なんないな。プライベートで釣りしたことないよね。ない。アピアの企画とかで、だからレッドとはバトルだったり、もうそういうなんかミッションがあって必死にやんないといけない時ばっかりよね。なんかこういつもこうイゴイゴした感じのルールの中やるよね。で2人とも疲れ切って帰るっていうね。もう二度とやんねえみたいな感じ。なんだろうね、あのバトルの疲労感は。いや、ほんと疲れるよな。いや、あなたが疲れさせんだよ。え、なんで俺なんで俺のせいなの。変な神経線を挑んでくるからさ。一回佐渡島のバトルでも俺が見えてるわずかな魚を全力でかけてたので、他の人には見えてないから自分が何とか食わすんだけど、その下流でレッドは7ヒット7バラシぐらいしてて「いやー待って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 」とか言ったけど、針錆びてっからだよめっちゃイレイラする。クソ、俺がなかなかかけらんない魚をパカパカかけやがってみたいな。佐渡島のバトルでさ、レッドたちいいとこ行ったじゃん、うん、で俺たちちょっと譲った結果ちょっと外したじゃん、うん、だけど目いっぱいフルキャストして、うん、なんとかレッドが捕まえてる群れの上流側だけ俺なんとか届いたの、うんうん、そこでかろうじてさギリギリバイト取ってる中さ、うんうんうん、レッドがパッカパカかけてさ、うんうん、割れたバラしてたよね。いい感じね。なんでだよーとかって言ってたのを俺が上流で、いや、針が錆びてっからだよ。よくあるからね。よくあるんだ。よくあるよ。よくあるんだ。あれだよね、前さ、うん、フィーモリーダーと、うんうん、鵜久島うん、後藤の鵜久島行って、うんうん、ですごい近くにいてさカメラが、うんうん、頭叩いちゃったのねボーンって、うんうんうん、ルアーでカメラキャストの時、うんうん、あごめんごめん危ねえからちょっと下がってなんつってやってて、うんうん、でその後入れ食いになって、うん、また刺さんねんだよ、なんでこんなバイトなのに刺さんねんだよ刺さんねんだよつおかしいおかしいっつったらフィーモリーダーのここに俺の針がこうケズにフックないのそもそも針ないんだそう針ないのね一生懸命釣りしてて刺さんねん刺さんねん今日はバイトが浅いなとか言ってルアーちょっと深くしようかとか、なんかわけわかんない解説をしながらやってて、いやだからレッドはねなんか天才的にかけんのがうまいの、食わせんのがルアーフィッシングにおいてそれをねマイナス面でいろんなこう道具へのいい加減さがラインとかね、サオは切れたこれほら切れた、ちょっとトリコトリコフローティングでしょ、えフローティングフロー、あれなんで切れんのやべ、リーダーカビ生えてたからな、ほらほらスナップが開いてる老眼でね、締めてなかったかもしれない、面白いね、すごいんです、よかった、魚かかってなくて、ね、危ない、何がすごいのかわかんないじゃん、いやだからその魚を見つけるセンスと魚に食わすまではもう、あった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 、脱帽なんですよ、そうそう、問題はねかけてからなんだよ俺の場合ね、はい OK です、すいません、俺なんかねいろいろ考えて道具とかもさ一生懸命いろいろ考えて一生懸命こう食い下がってポイント探して、そこにやっぱレッドがいて、レッドやっぱ来てるって言って並んでさ、嫌な予感すんなと思って案の定駆け負けてくんだよねこう何あの佐渡の時とかさ、木更津救援のバトルの時はまあなんとかスコア的に俺勝ったけど、もう後半もう後半レッドが手つけられないぐらい駆けまくるから本当焦った、駆けまくってバラしまくるんだろ、木更津で俺がリードしてラムタラジャーキングっていうなんか俺も普段絶対やったことないようなメソッドがドハマりしたんだよそうそうバカバカ出て、そのリードがなんとか守られてって感じだったけど、まあ、佐渡は本当にただでさえ負けてんのにもうレッドがバンバンかけるから、まあ、焦る焦る、ヒット食ったっつって焦る、バレたっつって安心するみたいなでもさすがに 5回ぐらい続くとイライラしてくる、取れよみたいな敵ながら取れよ